はい、こんばんは。これは高校1年生、舞鶴の1年生に聞かれた問題です。進研模試の2015年11月。これ一部って書いてあるから、本当はこれ続きがあると思うんだけど、ちょっとまあ、とりあえず一部ですいません、これ。多分ね、1、2があって3番があるはずなんだけど、ちょっと3番がないからですね、これ、生徒から聞かれた問題が。また3番見つけ次第また動画を取り直します。2次関数 fx イコール 2x2 乗引く 4ax 引く 4a 足す1があると。ただし a は定数とすると。1番、y イコール fx のグラフの頂点の座標 a を用いて表す。これちょっと生徒の字なんで、ちょっと間違ってますけど、ね。で、2番、a が負とすると、マイナス3小なりイコール x 小なりイコール0における fx の最小値が3となるような a の値を求めようと。じゃあ、ベシっていうかね、ちょっとホワイトボードで、これ生徒のためにちょっと私がホワイトボードでやって、LINE で送ったんですけども、じゃそれで説明します。見えるかな？どうすればいいかな。じゃあ5の1ですよ。これうちの塾のうちの塾の今ちなみに時間がね朝3時なんですけど、朝3時。はい、いきますよ。 y イコール 2x2 乗引く 4ax 引く 4a プラス1。じゃあ平方完成します。初めの2つの項を2でくくって、で強引に平方完成します。そしたら頂点が a マイナス 2a2 乗引く 4a 足す1か。これは回答ですね。で、2番は場合分け2つやってください。マイナス3、マイナス3から0なんで、ホワイトボードの、黒の斜線部分が x の範囲です。マイナス3から0。ということは、a、つまり軸ですよ。a がマイナス3より左側、まあ、イコールも入れて、マイナス3より左側にあった場合は、小って書いてますね。あそこは最小値になるので、f マイナス3が最小値。よって f マイナス3を計算、イコール3となればいいんですね。今回は F-3 が3、最小値が3だから。ということは F-3 計算したら 8A 足す19と。じゃあイコール3だから A イコールマイナス2と。でも条件がマイナス3より小さいってあるから、じゃあこれは条件より不適と。この、場合分け1番ダメと。で次、場合分け2番と。じゃあ A がマイナス3から0の間の時、A は負だからですね。じゃあこれはどう見ても、グラフからして、グラフはマイナス3から0の間で斜線入れてます。あの範囲で最小値だから、じゃあ FA が最小値ですね。じゃあ FA、最小値は FA より、FA イコール3となればよいと。じゃあ FA 計算したら、マイナス 2A2 乗引く 4A 足す1。で、イコール3で計算すると、A がマイナス1と。で、これは条件合ってますね。マイナス3から0の条件だから。これは、条件を満たす。じゃあ以上1、2より、A イコールマイナス1と。A イコールマイナス1としてください。いいですかね。じゃあ以上です。